こんにちは、坂太郎です。絶景セブンイレブンにまた来ております。今からちょっと買い物してみたいと思います。絶景セブンイレブンのすごいところ、そうです、入り口が2つあります。裏の入り口から入ります。はい、ということで買ってまいりました。絶景セブンイレブンでのお買い物、そうです。まあ今日も海が目の前に広がってますので、こんなものを買ってみました。ご紹介いたします。こちらおむすび、それも海賊むすびでございます。海賊むすび、皆さんご存知ですか？ツナ、からし明太子、エビマヨ、しそ昆布、この中に全部入ってるっていうことなんで、開けてみます。はい、出ました、海賊むすびでございます。開けてみます。エビ、ツナ、ね、これですよ。これすげえじゃないですか。これどうやって食べるんですか？これ一緒に食べるとどんな味がするの？とりあえずいただきます。なんかハエが寄ってきました。これね、ツナとからし明太子とエビマヨとしそ昆布が入ってると。でも全部一緒に、これはどうなんでしょう。これはね、ああ、ちっちゃい方が便利ですよね。うん、だやっぱりこれ大きいよね。5枚分の安いですからね。いえいえ、今ね普通に話しかけられまして、海賊って結局どういう意味か今やっと分かりました。ツナ、からし明太子、エビマヨ、しそ昆布が入ってるということは、海に関するものが入ってるから海賊むすびなんだと。多分そうじゃないかと。今度山賊むすびを買ってみようと思います。190円、得したような得してないような微妙なお味でした。それでは